はい、おはようございます。ここは新潟市西区でございます。昨日の夜は寺尾という駅で終了いたしましたが、生ゴミよりも価値のないウェブサイトのおかげで2駅分歩かされることになりましたので、本日は青山というところからスタートいたします。ただし分かりやすさを、考慮して一応寺尾からというふうにタイトリングはしてございますので、そこだけご了承ください。どうぞ本日もよろしくお願いします。温泉の柏崎に到着でございます。柏崎に着いたからといってですね、特別柏崎の街には私が知る限り見るものというのはないんですね。じゃあちょっとどうするかって感じなんですけど、まあそれについては考えます。一応大きな街なんでね、何もないということはございません。その点はね、北海道のどこでしたっけ、叱り別とかね、ああいうとこに比べればはるかにマシというものでございます。柏崎の名物はね、最近町おこしでグランプリなどね、どんぶりのグランプリって言ったかな、獲得したこの鯛茶漬けだそうでございまして、 JR 東日本のね、この駅にもこういう風に書いてございます。ただまあ安くてもね、800円ぐらいするということですから、私には少々食べ難いものでありまして、仕方ございませんからね、別の名物を買っていくことにもあります。駅併設のコンビニニューデイズで買い物しようと思ったんですけど、なんかねレジが故障してしまってるようで買い物が全くできないという状態だったんですね。仕方がございません。もう壊れてしまったものはね、私が悪いわけではなければ、レジの方が悪いというわけでもございませんから。ただね、別にちゃんとございました。はい、ここご覧いただきますとね、今聞こえてました、ここをご覧いただきますとねと言ったんですけど、こうまあこれですね、ブルボンプチ、24種類になったように、ブルボンの自販機があります。ブルボンだね、お菓子のブルボンで有名でございますけれども、それだけの自動販売機があるということなんですね。専属でございます。柏崎駅から乗車をいたしますのはね、コシノシクラ号という臨時列車でございます。この列車はね、お酒を楽しむための列車らしいんですけど、未成年の私にはどこまで楽しめますでしょうかね。すいません。11時に終わります。
列車は長岡に到着いたしました。あ、さっきですね、こう宮内の方から、宮内っていうか、まあ、柏崎からこう宮内駅に来て、ここから上越線に入るんですけど、1個入った長岡駅が大きな、ね、ターミナル駅 でこの列車がね、宮内で長岡でお客さん入れ替わるんですね。だからわざわざ1個先の長岡まで行って宮内駅を2回通るというような、ね、運転になっております。このまま列車は上越線、そして飯山線に直通ということで、最長往復ルートそのまま走ってくれますから、こんな便利な列車はないというわけでございますね。早速利用電報させていただきました。この列車はね、一番先頭、ただいま先頭になったこの車両のみ旅行商品としてね、それで発売されておりまして、一般人私たちが乗ることはできません。私のね、乗ってる車両の方がなんかグレードは良さそうなんですけれども、そっちの方はお客さんはね、あんまり乗っていないようでございました。後ろに駅もございます。割と大きな町なんですね。いわゆる新潟県の中越というのはこの辺りでございまして、新潟県中越地震の時、この辺りでも大変な被害を被ったそうでございます。少なくとも畑面にはもう十分ね、復興しているように見えますが、それはいかがなんでしょうか。それだけではなくてですね、新潟県の中越地震というのもこれはね、大変な大事件でしたが、鉄道マニアとしてはそれとね、もうほぼ同等な大事件がここ小千谷で起こったわけでございます。それも中越地震よりもさらに最近のことなんですね。それにしても暑いですね。この上着が役に立ったのってね、大石田で自転車に乗ったあの時ただ一度のみでございましたよ。それ以外はもう本当に完全なお荷物、夜でもこれ着てると暑いぐらいですからね、本当に必要ないものになってしまいました。はい、暑い中頑張って歩いてまいりましてね、到着いたしました。ここに流れております、この川、これが信濃川でございます。昨日ね、佐渡汽船で新潟港に着いて、それからここまで延々と登ってまいったわけでございます。さて、この対岸に見えておりますね、あの施設、お分かりいただけますでしょうか。この大変大掛かりな施設、これは JR 東日本信濃川発電所でございます。信濃川発電所、まあ信濃川はともかくですね、 JR は当然電気を使って電車を運行しておりますから、それどっかで作るわけでございます。どっかから買うんではなくて自分で作ってるんですね。その中の一つの水力発電所がここなんですけど、ここは大変重要な場所でございまして、 JR 東日本で使っているその電力の 25% をここで作っているということですからね、もうそれは本当に重要なんだなと皆さんもパッとわかるんではないでしょうか。ちなみにこのここにですね、こう水が出ておりますけれども、この大体仕組みはお分かりいただけますかね。この上のパイプ、このパイプを通りましてね、上の方をこう、まあ、遡ってまいりますと、あそこのすぐ裏側にはね、人工の湖、貯水池がございます。その貯水池に、もっとこの川の上流のあたりから取水をいたしまして、それでトンネルでもってあそこに送水するわけですね。そして必要な時はあそこから水をこう下ろして、それでこう、ね、発電機、タービンというんでしょうかね、タービンは違うのかな、まあ、ともかくその発電機をここで回すということでございます。さて、取水をするということはつまりそれだけ川から水をね、つまり文字通り取るということでございますから、その分水がね、減って当然というわけでございます。向こうの方ね、ご覧いただくと、まあ、やっぱりね、水が向こうから少しずつ少しずつ流れてきておりますけれども、これはあまりにも取りすぎるようなことがあれば、この川の本流の方がですね、今度流れがおろそかになってしまって、例えばこう川の環境がね、こうちょっと破壊されてしまうとか、魚がいなくなるとか、そういうこともまた起こりうるわけでございます。ですから、その取る量というのはね、しっかりとこう国に許可を取って、それでこれだけあなたは取っていいですよということで、治水権というのを取得しなければなりません。当然 JR 東日本もそれを持っているからこそ、ここに発電所を構えて電気を作っているわけでございます。で、その取水に関しては、まあ、この発電所は国鉄時代からずっとあったね、長い歴史を持つ発電所ですから、もうあれなんですよね、結構たくさん取っていいよみたいな風に言われていたわけですね。で、それがまあ国鉄時代にはもうすでにそういう状態になっていて、
でもうこの川がですねだいぶ水が少なくなりました、その時に。でもう漁師さんが漁ができないから廃業するしかないやとか、そんなぐらいの状態にまでねなるほど、ここの発電所は水を取っていました。まあでもそれは一応国から認可を受けてやっていたことですから、まあ、国がそういう政策をね取っていたというわけです。だって当時国鉄なんですからね。それでじゃあまあ仕方がないということで、地元の方もまあ渋々ではあるけれど納得はしていたようなんですね。それが JR 東日本になっても続いていて、でもなんか水が少ない、ちょっと少ない、これ困るよということで、地元から何回か JR 東日本にですね、ちょっと水もうちょっと増やしてくれませんか、放水する量はとりあえず最低でも毎秒で33トンは放水してくださいよっていうふうなことが決まって、でまた国としてもそれを JR 東日本になるべくそうするようにって言ったんですけど、JR 東日本ははいはい分かりましたとか言いながら、結局のところ毎秒7トンぐらいしか出さなかったんですね。33って言われてるのに7しか出してないんですから、まあ、随分少ないなっていうのは分かりますね。で、それで地元の方たちもですねみんな困っていたんですが、ところで、そこ一方で JR 東日本はですね、あら、あでもまあなんかちょっと最近電気ねこんだけいっぱい取ってるし、7トンしか出してないからもういっぱい電気取ってるわと、あで、その電気作ったのどうしようかな、じゃあこう売っちゃおう、すいませんちょっと電気余ってるんですけどいらないですかとか言って、こんな、地元の方は水が足りなくて困ってるのに、 JR 東日本はちょっと電気余った電気を販売することまで始めちゃったんですね。で、それで地元と JR 東日本はなかなかのですね、こう厳しい対立関係となってしまったんですが、そんな最中にあった2008年にとんでもないことが発覚いたしました。実は JR 東日本はですね、そのもともとかなり多かったはずなんですけど、その国に認められたその取水量、その許可量を大幅に超えてですね、そのここで取水をしていたということが判明したわけでございます。でそうしますとね、JR としてはやっぱりそれはもうその悪いことをしてたわけですから、水をここ利用できなくなるわけですね。そしてその時はまあやっぱり 25% をね、 JR 東の 25% になっていた重要な発電所、これが1年間停止するということになりました。そしてもう国というかその夏はですね、運転がもしかしてまともにできないんじゃないか、お盆の時なんかね、そういう状態だったんですけど、まあ運よくですねその夏は景気が悪かったので列車の運転本数少なかったんですね。だからまあとりあえずなんとか列車のその間引き運転とかそういうことは避けられたそうでございます。でその不正取水っていうのがね、本当に不正取水でひどいんですよ。ここのね、どこでやってるのか分かんないですけど、まあ、どっかあの辺にあるんでしょうね。どれぐらい水を取ったかっていうのは国に報告しますから、それ記録しなきゃいけないわけですね。でそういうのはこう発電機がこう回ればね記録されるじゃないですか。なんですけどそこにちょっと特殊なプログラムを仕込ん でそれ、まあつまり JR のここの人が作ったんでしょうね。それでその取水量を、まあ、そのまんまで単純に記録したら基準超えて怒られちゃうじゃないですか。だからわざとそれが基準値を下回るようにデータを改ざんするプログラムなんかを仕込んでですね、もう露骨に不正取水をガンガンやっていたわけでございます。で、それでね地元から、ちょっと水取りすぎなんじゃないですか、困ってるんですけどとかいうの来ても無視して、しかも電力を余分に作ってそれを販売するというありさまですから、ね、これはひどい、ちょっと許されることではないですよ。いつもね私も JR 東日本とか、まあ、東日本に関わらず JR 各社をね、こう無条件で手放しで称賛しているような感じになってますけど、ちょっとこれは許されることじゃないですよね。本当にねとんでもないことをしたもんですよ。でそれで結局 JR 東日本は、その地元に謝ってですね、さまざまな条件約束をすることになりました。例えばまず一番最初は多分ここの川のね、また川にまた水を戻すこと、たくさん流すこと、それからこう損害をこう地元に賠償をすること、それだけではありません。ここをさらに活性化させるという、その事業にも協力させることがね、それが決まったわけでございます。具体的に申しますと、これは JR 東日本イベント列車の運行でございます。先ほど私が乗りました古市のシュクラ号、それからこの後私が乗車する予定でございますオイコット号、それからあとは4月1日に私乗車をいたしました、覚えてますかね、松本から南小谷行ったかな、穂高から南小谷までね、わさび農園を見学した後に乗ったリゾートビューふるさと号なんていうのございましたが、あれは実は全てこの信濃発電所問題への絡んでいる列車でございます。まず飯山線に直通するね古市のシュクラ号、それはいいでしょう。私が飯山線まで乗らなかっただけで、あれに乗っていけばこの先まであの列車を運んでくれました。それからオイコット号というのも、まあ、最近できてですね、実はそんなにその熱心な作りじゃなくて、あなんかこれ適当に作っただけなんじゃないのって気もするんですけど、まあ、とりあえず、一応イベント列車として作っている、そういうねオイコットという列車もあって、それもまあ確かにですね飯山線の中だけを走るような、そういうねものなんですね。であとリゾートビューふるさと号に関しましては、先日ね私どこから乗ったんだっけ、あれはあと
穂高から乗ってそれで南小谷まで乗ったわけですけど、あそこって全部電気通ってるんですね。だから電車で走れるんですよ。で、あのリゾートビュー号自体は長野から来るんですけど、やっぱりそこも電気通ってるんで、つまり電気が通ってるところは全部走ってるんですね。なんですけど、まあ覚えてらっしゃるか分かりませんが、あれねディーゼル列車なんですね。だから電気を使わないで走ることができる、そういう車両を使ってるんです。どう考えたって電気が通ってるところだったら電車走らせた方が安いんですよ、燃料代よりはね。だから普通はそうするんですけど、なんでそんなところにディーゼル列車を持ってきたのって言ったらば、ここの先の飯山線でそれを運行することができるから、あというわけでございます。あ、ちなみに飯山線っていうのは信濃川の沿ってるんですよ。だから被害を受けたところと飯山線の沿線っていうのが JR で東日本のね、これの JR のせいで被害を被ったところと、それからその飯山線の沿線がほぼ共通してるので、それで飯山線を活性化させてるんですけど、それで、そうリゾートビューふるさと号が飯山線にも入線できるようにということを考えて、それでディーゼル列車にしたんではないかという説が、これがね一般的でございます。また昨年の秋でしたかね、SL 飯山号とかそんな名前だったと思いますけれども、飯山線に初めての SL 列車も運転されました。SL 列車はね、定期的な運転をすることというふうに、地元から、要求が出ておりまして、JR 東日本はそういう設備がね、飯山線の沿線に整っていないけれども、なるべくそうできるように尽力しますというふうに、それもまた約束をしたわけでございまして、それが去年、ようやくこう実現に向けてですね、初めて動き出したところということでございます。そうやってですね、実はだから、私たちがね、鉄道マニアが楽しく乗っている、こういうね、イベント列車ですけれども、実は、私たちを楽しませるという目的よりも、先に、この被害を与えてしまった、ね、悪いことをしてしまった、その地元に対する JR 東日本からのお詫び、そういう意味が大変強く込められている列車なのでございます。ですからね、私も越野シクラ号に乗って、やはりどうしても、私は直接見たことはなかったんですよ、これをね。だから、どうしてもね、そのまま飯山線に直接するということはちょっとね、しがたいなと思ったわけでございます。飯山線だってね、これが原因で走り出した列車なのにね、これを見ないで行くっていうのは、なんかちょっと、やっぱりこの旅としてはね、見ていった方がいいんではないかな、そういう気がいたしましたので、終点の十日町までさっき行く予定だったんですが、途中の保津屋で下車をしたということでございます。1998年から少なくとも2007年まで、長い間ですね、もう地元に損害を与え続けたこの信濃川発電所、これは大変もう悪名高く知られてしまっておりますけれども、しかし、こう最近では、やっといいことにも使われてきております。2011年の3月に発生いたしました東日本大震災、その時はもう日本中、特に東日本ですね、東日本ではもう電力が不足するというような事態になっておりました。そういう時、 JR 東日本のここ水力発電でございますから、発電量を増やすことは可能です。だって昔はね、不正に増やしてそれを売りつけるようなことまでしていたわけでございますから、ですからこれをまた許可を取りまして、再度その本当に JR 東日本が一番悪いことをしていた時期のその排出量といいますか、流出量毎分7トンという、その極めて低い流出量、それに合わせてですね、ここでずっと発電を続けていたわけでございます。そういたしますとね、やっぱりそう余った電気、これがねあちこちにこう配分できて、 JR 東日本もね、そこで多少はこうこの東日本社会全般的に、まあそう恩返しといいますか、またそれもねお詫びができたんではないでしょうか。事件の発覚から10年が経ちましてね、もう当事者の方たちもさすがに反省をしている頃なんではないかと思いますが、どうか今後はですね、脇道にそれることなく、こう正々堂々とした素晴らしい鉄道をね、今後とも続けていっていただきたいなと思うものでございます。そしてね、小千谷駅の近くにも戻ってまいりました。後ろにね、駅がまたございます。見てみますとね、この辺りかな、映ってますね、こんな面白いものが、ね、あるわけでございます。これ地下道の入り口なんですが、なんか錦鯉の形をしてるんですね。小千谷は錦鯉のその生産でも知られるところでございまして、昔からですね、もう本当に昔からもう黎明期の錦鯉というか、まあここ発祥なんですね。つまり錦鯉というのはね、この旅でも様々なお城で錦鯉を見物してまいりましたから、ここはね、まっすぐ行ったところなんか錦鯉の里なんていうのがあるみたいですから、ぜひ行ってみたかったんですけど、ちょっとね、もう疲れてしまいましたので、それも断念することにいたしました。でもね、まあこんな風に、あちこち錦鯉ね、本当にたくさん書かれておりますしね、錦鯉が、といえば小千谷、それぐらいは覚えておいても良いのではないでしょうか。ちなみに小千谷ですが、これダジズデゾの字であって、ザジズデゾの字ではありませんのでね、そこもお気をつけくださいね。